コインの魅力チャンネルへようこそ。ご視聴ご訪問ありがとうございます。本日のコインは旭日流小型50銭銀貨。皆さんこんにちは、コインの魅力チャンネルでございます。本日もよろしくお願いいたします。生まれて初めてオークションで落札というものを先日したんですけれども、そのコインをご紹介したいと思います。旭日流小型50銭銀貨のご紹介です。この間のオークションワールドさんのですね、11月のオークションで落札した銀貨になります。こちらなんですけどもね、明治4年、1871年の旭日流小型50銭銀貨になります。こちらはですね、グレードは MS63 プラスということになっております。こちらですね、ちょっと今この映像ではわからないんですが、自然光の下ではですね、こちらですね、実はレインボーに見えるんですよ。はい、まず明治4年ですね。明治4年、50銭。そして大日本、留め本ですね。旭日流小型の方になりますので、大型より 0.5 ミリほど直径が、短い寸法になります。直径が31ミリで、両目 12.5g になります。明治4年発行、総発行枚数が264万8309枚ということになっております。こちら旭日流の小型50銭銀貨なんですが、こちらには2種類存在しておりまして、大流と小流の2種類に、分かれています。で、この大流と小流の違いなんですが、大流はですね、流の図面のところが21ミリ、そして小流が19ミリと、言われておりまして、おそらくですね、この、円輪でいいんでしょうかね、丸い球体でですね、ここ円が描かれてる部分ありますですよね。ここからここまでの寸法かなというふうに思ってるんですね。そちらが小流の方は19ミリ、そして大流の方は21ミリなのかなと思っております。もう一種類ですね、磨き方があります。火炎の爪のところからトゲが、2本出ているのが大流、3本出ているのが小流ということになっています。で、大流の方が物が少ないということなんだと思うんですが、価値は高いということになっております。で、こちらはですね、ちょっと残念ながらそういった意味では小流の方になります。わかりますですかね。ちょっと後で丸でこう囲んだりしたいと思うんですが、トゲがですね、3本出てるのがわかります。ということでですね、それでは裏面ですね、行ってみたいと思います。こちら菊の門に霧、そして菊、真ん中にですね、旭日が、見事に描かれている図柄になります。旧一円銀貨と同じような図柄かと思います。下にはこのようなリボンがですね、
ありますね。乗り物ふさふさのところいいですよね。個人的に大好きです。あとこの霧の葉ですよね。でこちらが菊の葉、菊の花がありますね。で真ん中には見事な旭日が描かれておりまして、で、菊の門の隣には左右霧のですね花と葉が描かれていると、存在感があるかと思います。いいですね。この図柄は個人的に大好きで気に入っています。はい、最後もう一回ですね、戻ってみます。竜の図柄の方ですよね。はい、はい、明治4年50銭大日本の文字です。で竜の図柄はですね、円輪というんでしょうかね、丸い玉で囲まれています。竜が宝珠を見事に持っている図柄ですね。この見事な鱗がありまして、体の外側には一面ずっとこのトゲが生えているということになります。この宝珠は見事ですね。昇り竜で天に宝珠を取りに行って、降竜降りてきた時の姿でしょうか。そんなことを想像してしまいます。はい、ご覧いただきました。本日は旭日竜小型50銭銀貨のご紹介でございました。また今後もですね、こういったオークション等で落札した、品があった場合ですね、皆さんにご紹介していきたいなと思っております。では本日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。さようなら。